8月21日浦和の S3 第2回ルーキーズサマーカップ。この日は激ツの1の日。一泊彗星、1、10、11は無条件。だが、8等立てなんで、対象の馬は1番だけ。1番の悠々騎員は来る来ないにかかわらず、無条件で抑える。そして、前走4着、馬番4番。いわゆる4、4等人の4番シェナノパイオ。 その右、3番ファイアトーチ。前奏八着で8番。8、8当人の熊の子。その右、7番リベルベロ。この5頭でいいんだろうな。どうでしょうか。当人と右は重複しないんで、買い目は13478の生まれん。3連服ボックスでいいんじゃないか。どうでしょうか。あと場名が10角の2番鬼足にも注意だな。8頭中、6頭も勝手りゃ鳥紙。まあ。 軸を決めるなら、3番4番の軸2種じゃないか ?3 番から1、2、7、84番から1、2、7、8これで発展。これでいいんじゃないか来るものは来るし、来ないもんは来ない。来なきゃしょうがねえってことで。